ました。まあ、俺が買うんじゃないんですけどね。アクティブアートの稲垣さんの社長が買ってくれるんですけど、テナサックスを買います、ね。まあ、それになるとテナーと楽器を増やして、自分の活動の幅を広げていきたいなと思います。選びに来ている場所は、新大久保の組楽器専門店たくさん。中学生の頃からお世話になってる楽器屋さんなんですけど、毎年ここでコンサートやらせてもらったりとか、学生団体の時のイベントもここの地下でやったりとか、今回はね、購入させていただこうかなと思って来ております。選んでいきたいんですけど、今日選ぶのはセルマーのシリーズ3のラッカー仕上げ。実は事前に何本か吹いて、その中で1本選んできた楽器と、このダックさんにあった楽器の2本が今ある状態で、その2本から今日は選んでいく動画ってことです。マウスピースも一緒に選んでいくんで、結構まあ本数がここにあるんですけど、このマウスピースもいろいろ種類があるんで、今は、うん、テナーサックスは持ってないんだっけ？持ってない。とかアルト吹けるかテナー吹けるとかっていう感じ？まあ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 、音を出す仕組みも指も同じ、うん、指も基本的ないでしょ。でもなんかその人によって、うん、こう得意不得意がやっぱあるっていう。はいはいはい。ちなみにちょっと知りたいことがあって、うん、はい、なんで今テナーを買おうと思った？なんか楽譜買ったんですよ。買った楽譜にテナーサックスって書いてあって、必要やみたいな。アルトのシリーズ3っていう、ね、ソプラノもそうなんですけど、まあなんかそこら辺は揃えた方が、やっぱ楽器の癖とか、機種によって癖とかもあるから。同じようになった方がっていう時の評価が一般的には高くて。
ったらこっちかな。ちょっとサックス分かった気がした。うん、じゃあ俺こっちかんだ、稲垣さんこっち。というわけでね、管楽器専門店ダクさんでテナーサックス、買ってきました。これから皆さんに言いたいのは、ダク以外で楽器買うな。というわけで買ってもらいました。稲垣さんもありがとうございます。マッピアこれはないな。ごめん。いや、そう、この今この紐を使ってるんですけど、リガチャ紐を使ってるんですけど、これのバンドゥーってやつで、本当は金属のやつが多いんですよ。だけどこのあとさっきからマウスピース変えればとか、こんだけマウスピースもあるし、こんだけマウスピースもあるし、リードも今3枚だけど、その時に吹く環境というか、この湿度とか温度とか、あとはまあこのリードの状態とかで結構こう音が変わったりとか、吹き心地も結構変わったりするんですよ。で、この紐の本当は、まあ俺金属つけて吹く予定なんだけど、紐の方が結構リードの柔軟性だとか、結構こう環境に左右されにくいというか、まあどういう環境でも自分の吹き方で、まあなんだろう、自分の吹き方で吹きやすいようなのがこの紐だから、じゃあ剪定の時には紐を使うことが結構多い。チャンネル登録してね。